と聞こえぬの頃、レイリーはこうやってすぐに仰向けになっていたんですが、あんまり最近仰向けになること少なかったんやけど、最近またリラックスしてこう真横、むしろもしくはへそ天をするようになってきたというリラックスレイリーでございます。来ちゃったの、再びレイリーリラックスポーズ。体と首がなんか正反対な感じで、逆にひどそうねかなと思うけど、こういう体勢っておもろいね。人間やとひどいけど、犬なら楽なのかい？子犬の頃はへそ天をよくしょったけど、あんまりへそ天ってせんくなったね、ほんとに。